こんばんは、かつのりです。予想通り白龍号が脱皮しました。すっごくでかくなりました。完全に生態と言っていいと思います。手前の脱皮柄は映ってるかな、映ってますかね。脱皮柄でペットボトルが後ろにあって、その奥に脱皮した白龍号がいています。ちょっと白虎号と比べてみますかね。白虎号これです。全然小さいでしょう。白虎号だけまだ脱皮してないんですよ。だから一回りも二回りも小さく見えます。それでなくても白龍号とは比べたら一回り小さかったんですよ。これに脱皮が一回差がついたとなると、とんでもなく大きさに違いが出てしまいます。この状態で喧嘩しちゃうと、あ、逃げちゃった。餌を落としてる間に逃げちゃいましたね。いや、白龍を落とします。この大きさの差で喧嘩なんかしちゃうと、絶対に、食べられちゃいます。だから、そうですね、やっぱり強い個体の白龍号は残した方がいいですね。白龍号と白老号、この雌雄で交尾をさせて、白虎号は普通のアメリカザリガニ何匹かと交配させたいと思います。まあでもあまりにも白老号と体格が違うのかな。まあ大丈夫かな。この前カミューとエマの交尾とか見てるとね、大丈夫そうな気もします。早々に水槽が、新しい水槽が今日注文して5つくのかな、うん、ついてきてくれたらいいんやけど、とにかく、白虎号の脱皮を待ちたいんですよね。白虎号の脱皮を待った上で水槽白虎号だけ別のとこに入れようと思います。白龍号と白老号の交尾をさせて、次世代の純血種の白ザリガニ、まあ、この子たちが F1 の白、あ、F2 の白であれば、もしね、この子たちが純血種ではなくて、F2 の白ザリガニを僕らが飼ってたとすればね、すれば、白龍と白老を交尾させても普通のザリガニが生まれてくる可能性もあるわけです。絶対全部が白ザリガニっていうことはないかもしれないんですね。まあチャームさんがそんなことをするとは思わないんですが、もしかしたらそういうこともありえますね。ただ白虎号と普通のザリガニのメス数匹と交尾させて、で、片親違いの交配を続ければ、いずれ、白ザリガニの血統を手に入れることもできるでしょう。で、近親交配の弊害も避けることもできるかもしれません。すべてはまあやってみなければわからないので、頑張ってやっていこうと思います。とにかく今日は、予定通り、想定通り、白龍号が脱皮をしたという動画です。で、まだいつものように他のザリガニの状況も見ていきましょう。まずは抱卵している
ハツちゃんですね。ハツちゃんは、このように割れた植木鉢の下からアルミ缶の方に移動しました。多分赤外線をこうこのカメラが発射しているので嫌がってるんですね。短時間にしておきます。迷惑かかったらいけません。サワガニ数匹、サワガニがいます。涼しいので、エアコンを切ったんですが、そのせいでちょっと苦しんでるのかもしれません。さっきエアコンかけ直しました。で、次が一番楽しみなクイーンちゃんですね。抱卵個体で、すでにザリガニが孵化し始めているクイーンちゃんです。今もたくさんの地ザリが砂利の上を歩き回っています。地ザリ同士喧嘩もしていますし、餌の取り合いもしています。もうこんなちっちゃい地ザリを喧嘩させないようになんてできないので、もうこの時点で弱肉強食の生きるか死ぬかの争いが起こっているんでしょう。お腹に抱いている卵もだいぶ半分以上減ったのかな。胴に近い部分はもう卵がついていません。尾に近い方、3分の1ぐらいが残ってるくらいですかね。死ぬことなくクイーンちゃんが元気でいていてくれればと思います。今パッと考えたんですが、このクイーンと白竜やったらちょうどいい体格になってると思います。白虎ともそうですが、しばらくクイーン体力回復を待って、白竜とも交尾させてもいいかもしれませんね。すべてはこのクイーンが元気で回復してくれる、抱卵孵化の後元気で回復してくれるという前提での話ですが、はい、次行きましょう。カミュー、もう水槽がだいぶ汚れてますね。横からは見えますかね。カミューとセイラ、あ、セイラはここにいますね。交尾は確認しましたが、まだ抱卵しません。エッサーはもう食べたのかな。砂利の上にエッサーの跡はなさそう。あ、あるわ。エッサーの跡があって白カビになってますね。だから無理に夫姫はあげません。で、お腹減ったらアナカリスを食べると思いますので、水質が悪くならないように餌はやらないでおきましょう。で、オスたちだけの水槽です。左の水槽には、区画には誰もいませんね。真ん中の区画に2匹います。地面ソイルの上に白カビも乙姫もないですね。餌を入れておきましょう。共食いしてはいけませんので餌を入れておきます。よいしょ。夜の間にね、喧嘩して朝一人死んでたなんて嫌ですからね。2つ入れておきましょう。はい、で、右の区画ですね。ここには、2匹いますね。はい、ここも、ほぼきれいに餌を食べてますね。ここも、喧嘩ならないように2粒餌を入れておきます。食欲は安定期に入ってると思います。だから、これがなくなるまでは追加の餌はあげません。多分弱い個体、
が天井に網に捕まって逃げてます。強い伊勢君がソイルのある、まあ底面ですね、ソイルの上に居座っています。で、キング君は夜の時間はアナカリスの森の中で暮らしていますので探すのは無理ですね。はい、この水槽はこれで終わりです。で、次にオス2匹とメス1匹の場所を、あ、まずいな、これはまずい、交尾したらまずいところにオスとメスがいる、ちょっとまずいな。白虎くんのペアになるはずの子ですからね。さて、どこに隔離しよう。まずい、とてもまずい、これはいけませんね。早急にどこかに隔離しないといけません。オスから外さないとまたの望まない抱卵が起きてしまいますから、早々に切り上げます。ごめんなさい。次行きます。ここ、あ、そうです、ここに入れよう。ここならちっちゃい子ばかりやから交尾の恐れはないですね。ちょっとこの水槽を荒らします。この水槽を荒らしてオスメスの確認をします。で、オスをさっきの水槽に、隔離します。で、最後、あ、エマどこにいるかな。エマいない、エマがいない。あ、アナカリスのところいるな。あ、上にいた。アナカリスと2段のペットボトルの上にいますね。はい、今日はこれで終わらさせていただきます。早々にメスの隔離に入ります。